山本太郎さんのイメージって、僕はあのウルルン滞在記で原住民の方と裸で踊っていて、である日突然脱原発でデモに乱入して、この人本当変な人だなと思ってて、ただその太郎さんがある日新宿の街頭で喋っていて、そしたらめちゃくちゃ勉強していて、なんであの山本太郎さんがこんなにこう勉強されて話ができてって、皆さん今普通にこうやって聞いてますけど、正直信じられなくて、こう山本太郎さんはこうどうやってこう勉強されたのかなという、まあ、口で言うのはなかなか難しいですけど、あの自分にとって必要な勉強、興味のある勉強っていうのはおそらくどの方にとってもはかどるものだと思います。いや、ハードル高いですよ。もともと勉強が嫌いだって決めつけてたから、将来に何の役が立つわけっていうような考え方で社に構えてた。興味のある分野っていうものはすごく狭かったわけですね。でもそうじゃなくて、やっぱり日本を変えていくためにはこの日本の現状を知ったりとか、それに対する解決策っていう部分を知りたいですよね、自分が。ってことは自分の興味のあることって強制されなくても勝手にやりますから、全然追いついてないですよ。あまりにも社会問題、世の中にあることってむちゃくちゃ多岐にわたるから、知らないことだらけなんですよ。だからなかなか追いつけてないっていう部分はありますけれども、あの自分の中であのとにかく知りたいこと、やりたいことっていうことは明確なので、そんなに大きく苦労することはないです。で、あの秘書も優秀です。秘書だってもともと私、例えばですけど、勉強してこなかったっていう部分があるから字を読むのが遅い、あれって訓練もあるかもしれないですよね、慣れだったりとか。そこに対してやはり、なんだろうな、最初から最後まで全部読むっていう、読むことができる、例えば本であるとかっていうのは限られちゃいますよね、読むのが遅いんだから。そこに対して、例えばこういうところはどうだろうかっていうことを、例えば秘書からいろいろ教えてもらったりとか、あ、なるほどと、あ、だったらもうちょっと遡って読んでみようとか、そういう意味で私の勉強を助けてくれる人たちもいるっていうのは非常に助かることです。で、もちろん高谷さんもそうだし、大石さんもそうだし、それぞれの知ってることを私に教えてくれるわけですね。